Hey, what's up? English Partners のレイリーです。ネイティブに笑われるセーフ。 何かに間に合った時に例えば電車で乗り込んでは間に合ったっていう時セーフって言ったりしますよねでこれこのままの意味で外国人に使ってしまったらもう笑われてしまいますなぜならニュアンスは和製英語だからですねえー、っとえでもセーフって英語じゃないのって思ったそこのあなたそうですセーフは紛れもなく英語ですただ意味は安全という意味ですこうやって間に合った時に安全とは言わないですよねじゃあこういう時に英語で何と言えばいいかというと made it を使うんですやった電車乗れた間に合った I made it と言えばいいですやったぞという意味も含まれているのでぜひ覚えましょう、えー、ネイティブに笑われるセーフ英語では made it でした会いに行く英会話スクールイングリッシュパートナーズで検索オンラインレッスンも始めました